どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ本日は久しぶりのね、超絶ガチ構築デッキのご紹介とやっていきたいと思います。今いろいろ環境すごいバランスが取れていて、いろんな強いデッキがあるんですけれども、結構ね OCG 勢好きな人多いんじゃないかな。サンダードラゴンが実は今結構強くてですね、割といろんな大会とかでも結果を残していたり、OCG の話じゃないですよ、 OCG の話じゃなくて大会とかで結果残してるっていうのはこれリンクスの話でちょっと紛らわしいんですけども、割と強いんですよね。今ティアリスト的に言うとなんかティア2から3くらいはなんかあるっていう言われていて、結構強くなってきたんですよね。召喚獣がまだ環境トップにいるんで、まあきついとかきついんですけど、きついはきついんですけど、まあそれ以外にはそこそこ勝てるっていうところがあって、一応今日はそのサンダードラゴンデッキ、僕もねサンダードラゴンデッキ結構好きなんですよね。思い出のパックで、紙の方だとソウルフュージョンっていうパックを、僕トゥエンティーズシークレットが出るまで死ぬまで向くみたいな動画を作ってたんで、よかったらそっち見ていただきたいんですが、あれでなんかレビオニアのなんかトゥエンティーズかなんか出るまで9箱とかかかったんで、確かポルンカと向いたんですけど、その時はまあきつかった記憶があるんですけど、それ以降活躍してくれたんでね、まあ御の字かなといったところで、今日はインチキドローっていうこのスキルね、これを採用したサンダードラゴンデッキ、まあ割と最近使ってる人も多いと思うんでご存知の方が多いかもしれないですけども、レベル5以上のモンスターが戦闘で破壊された場合に次のドローが2枚になるよと、まあ、強欲なツボできますよっていうことで、でサンダードラゴンデッキっていうのはレベル5以上のモンスターがすごく多いで、さらにレベル5以上の壁を用意できるアーティファクトバジュラっていうね、これ妖戦獣の時もやりましたけど、これとかで壁にできて、しかもこいつ戦闘破壊してくれると2ドローになるから次のデッキトップか。だからまあ結構こういうまあギミックを使って割とそのドロードローして、まあ防御札クリボールとか、あとカイトロイドとか、こういう防御札、まあバジュラもそうだけど、こういうのを引きながら耐久して戦闘で耐えて、でシンクロして返していくっていう、まあもちろんこいつがいるんで打点的には結構その3100とか3600とか行くことが多いんですけど、やっぱその打点だけでは超えられないっていう壁もあるじゃないですか、世の中には。あと全部っ破したいとかね、まあ、そういう時のために結構やっぱりね、シンクロモンスターたちが、まあ、どっちかっていうとサンダードラゴンって、OCG だと融合できたんですけど、リンクスだとシンクロできたんですよ。シンクロが、まあ、メインギミックみたいなところがあって、で、シンクロをするために、今回は新パックで登場したこのグローアップバルブ。これがやっぱめちゃくちゃ強いですね。めちゃくちゃ強い。これなんでかっていうと、今までゾンビキャリアで、ブラロした後になんかこうスクラップドラゴンとかしてこう2連続シンクロみたいなことしてたじゃないですか。これも同じことできるんですよね、グローアップバルブも。これ通常召喚して、まあ、シンクロした後にこいつデッキトップ墓地を送ると蘇生できるんですよ。デュエル中1回の効果だけどね。これOCG では禁止カードなんですけども、リンクスだと3枚詰めるっていうすごいことになってるんで、まあ、これを使ってこの2体のチューナー、まあ、要は2回シンクロできる、墓地から蘇生できるチューナー2体をガン積みして、でシンクロを連打しながら相手の場面を掃除して、まあ、ダイレクトを決めていくっていう、まあ、そういうデッキですね、基本的には。で、まあ、一つおしゃれポイントとしてはこれかな。これね、あった方が小回り効くことが多いんだよ。なんで宮塚さん入ってるかっていうと、これ、もう全く知らじないんだけど、サンタドラゴンには。これで、これ除外すると表破壊できるんですよ。例えば、ネクロバレーとか、なんかああいうの離れると終わるんですよね、なんかサンダードラゴンって。もうなんか除外できないと結構きつくて、だからまあそういうカードを割るために一応封印の黄金室と宮塚さんを1枚ピン出ししとくと結構小回り効くから、1枚入れるのが強いかなって思ったので入れてます、僕は。うん、これちょっと分かんない、まだ引いたらゴミやからさまあ一応引いたらセットして殴ってもらって、こいつで墓地のこれ除外していくと表破壊できたりとかするんだけど、ね、一応ね。はい、というわけで早速戦闘耐久型インチキ30枚サンダードラゴンデッキやっていきましょう。デッキ目長えな。デュエルスタンバイ。さあサンダードラゴンの耐久力を見せていこう。質がある場合はですね、こっちですね、ライデンで
雷電効果でサンダードラゴンをサーチしていく。で、鳥サーチして、で、鳥で、雷電出して、で、これが一応初動になりますね、一応。こういう感じですね。で、ターン終了。これで、このモンスターが墓地に送られると、か除外されると、サンダードラゴンサーチできるよっていう効果になってるんで、あ、隣の石ばかり OK。1枚1枚で、まああんまりもういないですけどね、芝刈り知らねえの一応メタにもなってます。もう多分いないですけどね、もうほとんどほぼいない。30枚デッキもあんまり多く なってこないから、多分芝刈りも1枚だし、これからはねリミットがあるんで、なんであんまりね、なんだろうな、30枚でメタれる環境じゃないかなとは思うんですけど、あ、なるほど、43で7か、あやかしあるんだな。これ、ね、知らぬいも今結構きついんですよ。今純正知らぬいどうなるかなと思って俺組んで結構回してるんですけど、時間あるときに知らぬいも結構きつくて、これなんでかっていうとですね、まあ、墓所封印なくなったのはいいんですけど、代わりに原生復帰の制約っていう墓地をワイトに変えるってやつね、あれがやってて、なんかすげえこのリソースのこう妖刀知らぬいをワイトに変えられるんですよね。それはいいわ。で、雷電竜サンドラゴンの効果発動、こうだな。結構きついんだよね、知らぬいも。で、なんか、ホムラガミとかは結構簡単に突破されるし、今、バウンスやら、なんか、ディザイアとかね。まだし、打点子めっちゃ強いしね。そして、結構知らぬい釣れんだよな。なんか、どうやって構築したらいいのか、ちょっと今、俺迷ってんだよ。で、はいはい。アーティファクトバジュラの効果で、戦闘破壊されたんで、インチキドローが発動して2枚ドローしていく。OK? で、まず一発目、ちょっとこれ、除外させていただいて、除外させていただき、雷合流着地させていきたい。で、雷電流の効果と。なるほど、何かしらの違いはある。 OK。 で、雷電流の効果で雷重流を持ってきて、で、雷重流効果で拾ってくる鳥を、雷重流効果で鳥拾ってきて、で、鳥の効果、鳥はね、墓地か除外からサンダードラゴンを特殊召喚できるんで、これでひたすらに蘇っていくと。この雷合流がね、雷無限蘇生雷合流ですか、サンダードラゴンデッキっていうのは。なんかチューナーが引けてない場合は無限に雷合流でビットダウンしていくっていう。雷重流を、はい、押していく。で、ぶん殴っていこう。これ一枚セットしていく、する必要もなかったか、する必要もねえか、する必要もねえわ、別に。まあいいや、ダメージ入っていく。あー、めぐるかな、あ、めぐるか、めぐるか、めぐるか、ちょっと伏せたの、これプレミだな、伏せたのプレミだ、まあ、しょうがないか。はい、そっちなんだね。なるほど、墓地さ、あいつしかいねえからさ、なんだっけ、3のやつしかいねえからさ、そんな簡単にこの2級打点超えられないんじゃないかなと思うんだけど、どう思います？妖刀知らねえじゃなければいけます、これ。妖刀知らねえじゃないんで、墓地なんか、オーマの妖刀の方なんで、おセット。あ、そうね、ガンクセの知らないのが強いかな、今ガンクセた方が強いのかな、まあ、クリボールとかでもいいと思うんだけど、ガンクセした方が強そう。あ、まあ、ちょっと今ミスったね、普通に。そして伏せなくてよかった今。それはええわ、それは全く問題ない。また拾ってこよう。で、インチキドローで2枚ドローして、ゴリゴリにね、ゴリゴリにゴリゴリにアドバンテージ稼いでいくから、ライフがね、残ってれば問題はない。なるほど、一回ちょっと封印の黄金石使って、電除外かな、雷電除外して取り持ってきて、これゾンキャリいるので、そうですね、ちょっとバックわかんないんで、ちょっと一回あれしましょうか、ゾンキャリで様子見に行きましょうか。まあ、オーマーの用途落ちてないから弱いと思うんだよこれ。で、雷重流、はい、これね、バックが厚いデッキだったらね、あやかし神、もう先行で立てて、バック伏せるっていうの結構いいと思うんですよね。で、スクラップの方か。スクラップの方、いや、ダークエンドでいいか。難しいな。あの伏せがわかんないから、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。ダークエンドのがコストライブいいかな。もう一回シンクロできるから、こうしとけば。こうしとけば、もう一回シンクロできるので、ダークエンドでちょっと一回前処理に行きましょう。通ったら勝ちだしね。
で雷獣流効果で不正除去してから6かな、一回6ですね、なんか6な気がするわ。6で2出してスクラップ出してこうじゃないか、でダークエンドで処理しに行きましょう。サンダーブレイク、なるほど、サンダーブレイク OK。 これはじゃあ勝ったかな。ゾンキャリ蘇生でスクラップ出して、鳥で雷合蘇生して両方でぶん殴って勝ちだね、まあ、こんな感じで、おお早いな、こんな感じで、まあ後ろはねバック除去ないから踏みに行くっていうのがサンダードラゴンかな。うん、さあお相手の方、闇遊戯選手、よろしくお願いします。デュエル3倍。これが狼書道か。狼召喚して狼効果、まあ、狼か雷電もしくは狼かこの雷獣であれば一応一応2体モンスター出るんで。ただねこれね召喚獣まだ強いんだよな。サンダードラゴンってほんと召喚獣無限に勝てねえんすよブルカスがさ、召喚獣っていうかちょっととりあえずデッキから特殊化するの黄色でいいや。ブルカスがマジで強いんですよね。ブルカス最強すぎてマジブルカスに勝てねえっていう。最長で雷獣出しといてでターン終了。これきつい、まあ、コスミックサイクルないから今バック厚くしてもなんかなんならいいかもしんないけどね。手札余波がめっちゃ多いんですけど、サンダードラゴンデッキって。ロットか、オッケー。結構難しいんですよ、組み方。今。召喚獣、エレメントセイバー召喚獣はなんか結構ディスティニードロー型今、割と。その罠厚くして、コズミックサイクル入ってないんだけど、なんか罠とかでなんかめっちゃなんか遅延して、でなんかアレイスター引いたらもうこっちのもんみたいな。なんか穴で埋めて、穴から猛力で埋めて、で、なんか埋めたやつをプルカトリオで、なんかプルカスでワンキューしていくっていう、そういうのがちょっと流行ってるんですよね。どっちかっていうと。これはどうしようかな。これ一回ゾンキャリか。一回ゾンキャリ行って、ゾンキャリ行ってシンクロさせてくれるかどうかなんだけど、シンクロさせてくんないか。さすがに。これちょっと難しいね。シンクロさせてくれないかな。でもなんかブラックローズじゃないから、まだ動かないかもしれないな。ゾンキャリ召喚して、ゾンキャリと獣で、スクラップドラゴン行ったらどうするかな、あいつ。ちょっと、狡猾とか捨てられてたら、またそれはそれで話が変わってくるんだけど、なんもないか。じゃあ、スクラップ出しに行くか。ブルーナクは、ちょっと手札コストがもったいないので、先ブルーナクじゃなくて、スクラップドラゴン出して、スクラップドラゴン出てきたらどうするかな。スクラップ除外するかな、まあ、でもスクラップ除外するか。スクラップ除外されるで、あれだ、ゾンキャリ蘇生してブラゴだ、こうだ、でこうして、で雷獣流効果デッキからサンダードラゴン特殊化。これちょっとねあれだね、サンダードラゴンって実況向きじゃないね。考えること結構多いんだよ、ルートが多くて。だ結構いつも生放送みたいなになってるね俺多分ちょっと実況むずい。ナビゲート OK、 行きましょう。 OK で、これなんだけどスクラップドラゴンなんじゃねえかな、スクラップドラゴンなんじゃねえかなと思うんだよねこれ。除外すんの、リキュア特殊化するのこっちにして、で多分スクラップドラゴンでしょこれ。そうだよね。じゃあゾンビキャリア蘇生じゃん、こうじゃない。で封印の本質つかないから戻してもいいかな。でこうして、でブラックローズだ、オッケーしゃあ、ほら圧倒的手数でゴリ押す。ブラックローズガイル、それも使える、強い。サンダーライデンにサンダードラゴンの効果とブラックローズドラゴンの効果チェンジ発動、全部パッシャー後にサンダードラゴンサーチ、しゃあ、で鳥持ってくればいいか。後続鳥、後続鳥だな、鳥持ってきといて、で先に光と闇を除外して、どっちもいいけど、まあ、こっちか。
ね、除外して在庫を出して、で、来庁は発動しない。で、通り効果だ。はい、神。はい、神。はい、神ゲー。バトルいきます。うわぁ、ゆうとかね、今、美しかったでしょ。これがサンダードラゴンデッキですよ、皆さん。実況めちゃくちゃ難しいけどね。さあ、お相手の方、万丈目純選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。おらおら、さっさとカードを出しな。お、魔の飛脚部屋来た。やばい、お邪魔だ。これ2体出ちゃう。これそういえば3枚目来ましたもんね、魔の飛脚部屋。なんかイベントで配られて3、2体3。やばいそうだな、これやばそうだな、やばそうだな、それ、それやばそうだな、その動き。融合はいいよ。え、2体までにしようね。万丈目さん、手札からいっちゃう。さ、強っ。ちょっとさ、脳死でお邪魔できるし、3戦とかマジキモいんだけど、ほんまに。ほんまにキモい。これやっぱあれか。ちょっと宮塚さないときついか。宮塚さないとこういう場面突破できねえんだよな。いやー、キモすぎー。遊戯王最高だな。遊戯王旅転してきたら無限に遅延していくけど、俺無限に遅延するわ、俺無限遅延するわ、マジで。もう生きれるところまで生きる、俺生きれるところまで生きるわ。これマジで宮塚さんいるわ、これ宮塚さんいる絶対に。いや、なんだかんだ結構積むこと多いんだよね、こういう盤面があんまりないけど、環境には。あのね、ネクロバレーがマジで辛い。ネクロバラ貼られたらもうほんと終わりだから、終わりでーすってなるから、マジで宮塚酒すだな、マジで。これ本当に、しかもそしてさ、魔の飛脚部屋3枚あるから結構決まんじゃないの、普通に手札融合も知らんけど組んでねえから。3枚って結構やべえよ。やばい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 、ちょっと本当に無限にクリボール来い、無限にクリボール来い、無限にあと10枚クリボール来い、あと10枚連続でクリボール引けば俺の勝ちだ。ドロー、クソゲーだな、クソゲーだわこのゲーム。いやー、遊戯王ってクソゲーだわ。さっき遊戯王は神ゲーだって言ったな、あれは間違いだ、遊戯王はクソゲーだ。